こんにちは、野本です。今日はですね、またスペシャルな企画になっておりまして、物理学者野村康則さんにお越しいただいております。どうも、どうもよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。前回このマルチバース宇宙論入門という本に沿ってですね、いろいろお話を聞かせていただいてですね、皆さんご覧になってくださったり、コメントをくださったり、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと今日はですね、このいただいたコメントを見ながらですね、またちょっとこれのフォローアップというかですね、ちょっと掘り下げた話をまたしていけたらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。でですね、いただいたコメントをざっと拝見しまして、結構多くいただいたコメントはですね、野村さんの声が聞こえないっていう、非常に申し訳ないんですけど、その時はですね、アメリカのご自宅からつないでくださっていて、何がしかのね、やつの状況でちょっと野村さんの声が飛んでしまっていて、非常にですね、そこが残念だっていうコメントをたくさんいただきまして、本当に私も残念だなと思ってまして、本当にね、言葉の一つ一つがとっても素敵なので、途切れてしまって申し訳なかったんですけども、今日はですね、なんとお隣にいらっしゃるので、はい、音の問題はないかなと思ってあります。音の問題があるということでしたので一応飛んできました。ありがとうございます。はるばる、この大変な時期にありがとうございます。はい、じゃあちょっと早速行っていきたいと思います。そうですね、ちょっといきなり話に入るんで、どうだろう、分かんない方はですね、ぜひこれを見たりですね、前の動画を見ていただけたらと思うんですけれども、ちょっとこのインフレーションのところから入っていってもよろしいでしょうか。はい、なんかこう質問にお答えするっていう感じなんでいいんですよね。そんな感じでいきたいと思います。なんか初めてっぽいことみたいなので、そうです結構ぐだぐだな感じになるかもしれないですけど、よろしくお願いします。どうなることやらですけれども、ちょっと行き当たりばったりで進んでいきたいと思います。はいはい、ます。よろしくお願いします。はい、じゃあこのインフレーションとか入っていきたいと思います。はい、そして、ね、インフレーション理論っていう話をして、これいきなり言っちゃって大丈夫ですか。はい、はい、ね、宇宙が始まってる時にインフレーションという急膨張、ちょっと正しくなかったら言ってください。いやいやいや、急膨張をしたという話があるんですけども、僕も膨張分かってないみたいな感じでしたからね。そこもちょっと触れていきたいと思います。インフレーション理論も空間がまずあるという前提ですけれども、なぜ最初にこの宇宙に空間が置かれた、あったのかというのが気になって仕方がありません。はい、いい質問ですね。僕も気になって仕方がありません、ね。ね、だからインフレーション理論は、自身はやっぱそれには答えられないんですね。だから全てが分かってるわけじゃなくて、ここら辺のところはまあいろんなこと言ってる人もいて、説はあるんですけど、やっぱり分かんないです。だから知りたいことですね。物理学者、だけじゃなく、もちろんみんなが知りたいことだっていうのが分かっただけで嬉しいですということで、これに対するこれ以上の答えはできないですけど、僕も興味がありますっていう。そうですね、本当不思議ですよね。不思議です。最初の最初はどうだったのかっていう話、ね、最初っていう概念に意味があるかもよく分かんないんですけどね。時間とは何かとか、空間とは何かで少しずつ分かってきてて、実は僕らが空間だと思うようなものっていうだけなので、僕らがそういうふうに認識するだけっていうものなので、本当は量子力学の実態が相互作用したときに、そういう空間と見なせるような記述ができるような条件とかいうのも分かってきてて、まあ、でもよくわからないです。非常にいい質問で、まあ、はっきりと分かってないっていうのは多分正しい答えだと思います。もう一個あったかな、はい、最初にエネルギーがあるって言っていいですか。はい、私たちの世界には最初に、そもそも最初にエネルギーがあったということでしょうか。そうですね、エネルギーとは何かって実は結構難しいんですよね。うん、その重力がないようなシステムではエネルギーとは何かってはっきり決められるんですけど、重力があるようなシステムでは特別な場合には決められたりするんですけど、実はエネルギーとは何かとかも難しい概念で、いろんな決め方があって、本当はこれいろんな方がおっしゃってて、特相対性理論と一般相対性理論をこの人はごっちゃにしているんじゃないかと、ごっちゃにして喋りました、ごっちゃにして喋りましたけど、本当はだから全然分かってないわけじゃないので、私もまあ実は難しくて、ただ最近これは本当に言葉だけになっちゃうんですけど、最新は時空とかいうのはですね、要するに量子重力って言ってるのは、実は次元の低い重力が入ってない理論の特別な極限なんですよ。そう、重力っていうのはある意味本当はないというか、でそういうところではものは完全に決めれるはずで、だから僕らは重力を理解しようっていうのは、最近の流れはその量子力学の重力なんかない普通の量子力学のシステムっていうのがあって、でそれがある種の条件を満たすと、例えば自由度が大きいとか、まあ、専門的にちょっと言うとラージエルとかですね、ラージトホッカプリンとか、そういう特別な条件になっていくと、その中のシステムの一部のもの、例えば僕らとかは
重力というものがあるもう少し高い次元の時空の中を動いているというふうに認識というかこう書き直すのが非常に簡単な記述が出てくるという、うん、あのイマージェントというんですけど、うん、あの出てくる記述が出るリミットがあるというふうなことが分かってきて、ホログラフィーとか言われるんですけど、聞いたことある。だから、まあ、そうすると、同じ重力のある理論を実は重力のない理論として定式ができるので、そうするとエネルギーとかはしっかりできるんですけど、それは僕らがエネルギーと思っていたものと一対一対応してるわけではない場合もあるので、実はこういうの結構難しいんです。一般相対性理論で重力とは何かとか、例えば速度とは何か、で光のスピードでとか分かりやすく言うんですけど、何人かの方が指摘されたように本当難しいですね、うん、速度どう定義するかっていうのは非常に難しくて、高速が一番速いっていうのは重力が入ってないシステムというか特殊相対性理論というシステムではバッチリ決まってるんですけど、うん、重力の方に行くとそのある一点から見た時の光のスピードということしか決まってないの で、うん、でそこら辺もちろんあの最初の動画全部はしょっちゃってるのでかなり高難なところですね、ちょっと僕もあのこのリラックスなリラックスした人なんですけど、じゃあ何も分かってないんじゃないみたいに言われるとちょっとあのいやそうではないんですっていうのすごい、だから専門的な今日はあの喋りになってしまう可能性があるので、あらかじめ頭をフル回転して聞いていきたいなと思っております。でもちょっと早速でもこれちょっと地雷かもしれないですけど、あのあれですね、重力はその次元を1個低いところにすれば重力がなくて記述できるはできる、はい、できるんだけど、なんか私たちの認識としてはどうしたってこうなんか重力とかを実際感じてるっていうふうに思う、うん、感じるじゃないですか、うんうんうん、これと理論とどう捉えたらいいみたいなありますか。あ、そうですね、重力がだから入ってないっていう意味ではなくて入ってるんですけど、うん、最初から重力理論として定式化しなくても次元が例えば1つ低いっていうのも特別な場合は 1つしたら、これもちょっと全部正確に喋らないと同じあいつ何も当てないになってしまうんじゃないかっていう恐れがあるので、ちょっとビビリになってしまっているのであれなんですけど、いやいやでもコメント嬉しかったですよ、ありがとうございます。本当に興味を持ってもらえたのが嬉しいんですが、その1個低いっていうのは例えば特殊な時空のそのハンドシッター空間とかなんかわけわかんない、まあ、ある特殊な空間があって、その場合は1個下で、でそうじゃない場合は2個下だったり、もっといろんな、いろいろ細かいことがあるんですけど、その重力と入れない理論から出発する、そのいわゆる昔やってた超弦理論とかそういうのからじゃないところから出発して、でもそうするとその理論が、あの理論にパラメーターがあるんですけど、パラメーターがある領域に近づいていくと、重力が入ってるような振る舞いをするって感じ。だからそういう意味では重力入ってるんです。重力ないっていうんじゃなくて、重力を最初から入れないような、最初から入れるわけではないような理論で書くと、あの重力が自動的に出てくる、重力があるように振る舞うっていう、あるように振る舞うっていう意味ではあるんですよ。まあ、ありますからね、実際。で、それを昔のように重力理論からスタートして定式化しなくてもいいんだよという。で実はもしくは重力理論からスタートして定式化もできて、違うやり方をやって同じ結果が出るんだったら、実は出発点は違っても同じものを書いてるっていう、それを相対性とかデュアリティとか言うんですけど、でそれをもう片方重力じゃない方から出発してもできるっていうことが分かってきて、少なくとも特殊な場合には、でそうだとすると今まで概念的に問題だったところがスキップできるというような感じです。だから重力がないって言ってもあるじゃないか、あとでもちょっと時間の話で、時間っていうものはないんだっていう言い方をすると、みんなでもあることあるんですよ。だからあるとかないとかって物理って結構、あの意味のない問いで、あのクォークとかもそうで、クォークなんてあるのかっていうと、クォークってものを入れないでも、クォークってあの素粒子のあれなんですけど、あの野本さんの動画を見ていただければ分かりますが。クォークっていうものを入れなくても全く同じ物理が書けるんですね、うん、でもそうすると式がものすごい複雑なんですよ、うん、でところがクォークっていう概念を入れるとものすごい簡単な式になるんですよ、うん、でその事実をもってしてクォークなんてものを入れずに理論を書けるんだから、うん、クォークは存在しないと言ってもいいし、うん、でもクォークってものを入れると光も似たようなもので光というものを入れるとあの電子がここで動いて光を出して光が電子に吸収されて光があの電子が反動を受けると、でその同じような理論、光というものを入れずに、ここのものが動いたらしばらくしたら電子がこっち動きますという記述もできて、でもそうするとすごい複雑なんですね。
すごい複雑になるけども、光なんて概念を入れずに理論が書けるんだから、光は存在しないって言ってもいいし、でも光というものを入れると、非常に記述が簡単なんですね。電子が光を出して、光をビューッと飛んできて、電子が。だからそういうこと、そうすると、量子電磁力学という非常に簡単な式になるので、局所的な。で、それをもって光は存在すると言ってもいいし、それはもう物理学者にとっては知ったこっちゃ。事実としてはその概念なしでも書けるし、それを入れたら簡単になるということだけが事実なので、それをもって存在するというのか、その重力は存在するというのか、重力は存在しないというのかは、存在っていうのの定義なので、それ国語辞典を作る人に聞いてくれっていう話なんですよ。事実としてあるのは、いくつかの記述があって、でより簡単なもの、より簡単なものってやるときには、新しい概念を入れることが必要なときが多くて、でそういうものを普通はあると言ってるだけで、入れなくてもいいんだからないんじゃないかって言ったら、いや、あなたがそう言ったんだったらそれでもいいんですけどっていうので、実は何のことを話してるかわからないと、結構、いや、存在する、存在しないって意味のないことをずっとこうやることになっちゃうので、で重力の場合はそうです。そういう現象が出るような記述は出るんですけど、まず出発点から重力あるっていう記述をしなくても、その重力あるのが書けるんだということが分かってきたということが、まあ事実ですね。大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、すっごい深い話になってしまって、これを掘り下げていいって、大丈夫かどうか。わかりません。ダメならこう、視聴159ビューとかになればいいだけなので。そう、でもそう、この間もそれお話聞いて、あ、すごいなと思って、その、これ結構すごいこと言っててもいいですか。うん、はい、こう物理学は何をやる学問かっていうと、なんかこう自然界を理解するとか、自然界がどうなってるのかっていうことを理解する学問って思うんですけど、ただその理解するっていうのが、そのあるがままに理解できるものなのかどうか、これなんかね、なんかの哲学でもあったんですね。そうです、うん、僕の考えは、これはまあ僕じゃなくて、サイエンス、ちゃんとサイエンティストやってる人は多分そうだと思うんですけど、実はこれちょっと誤解の表現ですけど、物理学はなぜっていうのを答える学問じゃないんですよ、実は。それの意味は、例えばある A は B だと、なんでかと、でそれに、いや C が B だからなんですと。でもそうすると必ず、いやなんで C は D なのと、いやそれは E が F だからです、いやなんで E は F なの、いやいやだから G が H だからです。だから中国と実語があったら絶対終わんないんですよ。だからそういうのもやめようと。じゃあ何がゴールにするかというと、同じ現象、自然界の同じ現象を説明するのに、仮定の数がより少なく説明できる理論の方が素晴らしい理論なんだと。だからそういうふうにやっていって、仮定っていうんですか、そのなんか分かんないけどこれはこうだと置いてしまえば、例えばニュートンの方程式を認めてしまえば、細かい例えばこういう滑車の動きでも何の動きでも何の動きでもものすで、そういった時、なんでこれがこの右右辺イコール左辺なのって聞いて、もう1個なのに、それに対して聞いて、何が何とかだからって言ったところで、じゃあそれなんで何とか何とかなのってキリがないので、もうそれをやめましょうっていうのは、逆に哲学の一つというか、やり方の一つとして確立したのがほぼ20世紀の最初だと思うので、それで発展がものすごい早くなったんです。余計なこと考えないで。それを人間が考えることが意味がないと言ってるわけじゃなくて、僕らのプロとしての物理学というのは、そこに時間を割かないで、同じ現象の、同じセット、同じ量の現象をより少ない過程で説明できる理論があれば、そっちの方が素晴らしいので、その説明せずに済むことの数が一番減るから、うん、で、それでいこうっていうのが物理学なので、非常に明快ですね。そう、明快だと思ってくれます、うん、でもそうなんですよ。だから、その言葉でこれがこうなんですって言ったときに、その言葉に対して、なんでこれがこうなのっていうのは、実は 理解というふうに見ないと、その言い換えで、あれが、もちろん言い換えだけで仮定の数が減ってなくても、それが次のステップにつながるような、よりいい言い換えっていうのはたまにあるので、ちょっとそれも正確性をはしょって、こうやってやって、サイエンティストの方になっちゃうと、ディスクレーマーっていうんですかね、いや、そうは言っても細かい、実はそうでもない部分があるってやると、それで無限時間が過ぎちゃうんですけど、ちょっと今回の会話、おそらくそれがいいんだという。ちょっとところに行ってみますか、ね、っていうことなので、うん、と思っているので、まあでも、まあそういうもんで、それがこの絵 のうちの一つの、そのどうして、うんうん、その、例えば真空のエネルギー性であると、指数で膨張するか、どうしてかを
分かりません、非常にいい質問だと思うんですけど、うんうん、それアインシュタイン方程式っていうのがまずあって、これ根も葉もない答えになっちゃって、もっと多分いい答えできる学者の方もいると思うんですけど、根も葉もない答えになっちゃうと、例えばアインシュタイン方程式っていうのは本当に少し一本の式で、重力現象、量子が入ってない重力現象に関しては、まあ、ものすごいパワフルに記述できる式があると。でそうすると仮定1個なんですね。でなんで一般相対論がこの式になってるかっていうのは、まあ、説明書はあるんですよ。あの言ってみれば、例えば数学的にこれが一般共変でかける唯一の一番なん次数の低いんじゃとかね、うん、でもじゃあそうするとなんで数学的に共変にかけるのがこの形なんだとか、さっき言ったあれにあの罠にはまってしまうの で一般相対性理論のこの一番簡単な式を書いてみると、簡単なっていうのはどなたかあれですけど、 R 字上のコレクションがないっていうやつですね。うん、分かってますよ。R 字上 R3 上のコレクションがないってやつですけど、うん、まあ、その一番簡単なのを書いてみると、うん、で解いてみるとそうなってるんですよ。だからそれがなぜかってなかなか難しくて、うん、その正の真空エネルギーだったらなぜ指数関数的に膨張するかというのを、あの言葉で答えるということが進展になってるかどうかは微妙だっていうのがありまして、っていうか逆に言うと分からないですっていうコメントもありましたけど、うん、言ってしまえば僕も分からないですだから、やったらなっちゃうっていう、だから逆に言うと本質をつく質問が多いですね、やっぱりその、と思います。うん、なんかそのやっぱ式のパワーってすごいですね。そうなんですよ。そうなんで、それ以上に言うところのその式、ものすごい簡単な式で例えば自然現象を書けたときに、それを僕らの言葉で理解する、まあ、それはもちろん大事である、それか僕らのセンスを式に近づけていくっていうのと、どっちのアプローチが、まあ、両方人間なのであったらと思うんですけど、その後半のアプローチっていうのは結構あんまり強調されないんですけど、事実はこの式だと思うと、なんかちょっと理解できなくてもと最初思っても、自分のそのセンスの方をそっちに近づけていくと、それでも理解した気になるというか、理解って結構自分のセンスなところがあって、うん、なんでペンにいろんな色の種類、なんかあんまりいい例じゃないあるのかっていうのは、あのがなぜいっぱい色あるのか理解できないっていうふうにあんま思わないんですよね。センスがもう当たり前になっているので、でもちろんそれにこれは答えられますけど、原子がいろんな種類があって、いろんな種類がいろんな違う波長の光を出すから、で人間の目はそれを全部できるんですけど、ある程度こう特に基本方程式の動き、基本方程式が言うことに対してなぜかっていうふうになっちゃうと、なんでニュートンの法則は質量と力が比例するんだって。なんでと言われてもっていうところが最後来ちゃうのがっていうのがさっき言いたかったことなんですけど、そうですね、確かに、多分あんまり答えになってないかもしれないですけど、あのいやでもすごいあれですね、やっぱりあの考えるあれになっていただければ、考えるあれになってます種になっていただければ、いやすごいですね。やっぱ式なくしてはできない、できないっていう、そうですね、なんかまあそういうふうな自然界に対するアプローチをするということを選んだ学問っていう、まあそういうことですよね。うん、私はちょっと全然違う話になりますけど、なんかそういう中でどういうところが野村さんにとって魅力だなとかってありますか、物理やってる中で。ああそれでも同じですよ。だからそんなこんな式で、こんなあの直感と離れたようなことが事実で、しかもそれがこんなふうに、だから僕らは式になるともう理解したって逆に思っちゃう。その式にするということが理解をするということだっていうセンスなので、分かってないものを式にできないわけだから、それは理解してないと。だけど式にして解いたらいつでも俺再現できるぜっていうのは、直感的に分かってるかどうかは別としても、それは理解したっていうセンスなんですね。ああこうなんだねと、この一本で全部動いてんだねっていうのは、その一本がいかにこうとんでもない結論を出そうとも、それは理解した感がやっぱありません？なんか、あ、分かっちゃったよ、これ、こんだけなんだねっていう。だから、まあ、それは、それがいわゆる普通の人間の言葉のなぜで分かってなくても、あの物理はそこでハッピーっていう、まあ、あの志の低いあのフィロソフィーなんですね。いや、非常に素晴らしいですね。ありがとうございます。いや
本当ありがとうございます。このお話を聞かせていただいて、いやいや、こちらもなんか貴重な機会で言いっぱなしであれして呼んでいただいて申し訳ないです。ありがとうございます。ちょっともうあれですね、ぐちゃぐちゃいろんなとこ行っちゃったから。そうですね。なんかここにコメントの紙がいっぱいあるんですね、この下に。一応見てるんですけれども、ものすごい枚数が行ってしまいました。はい、行きましょう。じゃあちょっと読み上げます。はい。二重スリットの実験、これは量子力学のお話ですね。二重スリットの実験の説明はいるでしょうか。はい、大丈夫でしょうか。まあ、聞いてる方が聞いてる、ね、分かってるんでいいんじゃないですかね。このいっちゃいます。二重スリットの実験の結果は解説効果ではなく確率分布と解釈してよろしいのでしょうか。確率分布と解釈して良いです。だけどなんで確率の分布がこうなるかっていうのは、うん、解説効果です。そうですね。騙してるみたいですね。なんかなんかすごいどうでもいい。どういうか、曖昧な返信をしたかと思います。ここで返事の方がですね。質問はどうでもよくないですよ。ごめんなさい、私の返事が。解説効果っていうのは、その波みたいなものが、うん、なんていうんですかね、必ず立ち上がるわけじゃなくて、その不正も負もあるから、場所によって、あ、解説効果は違うか、それ干渉効果か。解説効果は曲がるやつですね。僕、日本語不自由なので、後にちょっと出てくりますけど、英語が不自由なもので。なんですか。また、そうか、出てきて、一応平坦に言い間違ったかもしれないので、うん、まあ、また後で出てくると思うんですけど、うん、そう、解説はあれですね。で、解説もするし、干渉もするし、いわゆる波の普通のやつでやってることも起こってるんだけど、それが光じゃない、うん、いわゆる水の波みたいなものではなくて、確率の波みたいのがあって、うんうんうん、だから解説とか干渉した結果、確率の分布が出てくるということなので、解説効果ではなく解説効果なんですけど、確率分布と解釈するのもよろしいというか、うん、あってます。確率分布が解説をしたり、干渉したりするんですっていうふうに言ったらいいのかな。で、実は本当は確率分布のスクエアルートですけど、二乗して確率分布になるようなものですけど、正確に言うと。なんかちょっと今日、怖がってるな。歯切れが悪い。はい、そこまで突き進んでいきますかね。はい、どこまで行ったらいいかな。このようにしましょう。それはもう結構内容というか。では、ちょっと私読み上げますね、はい。素朴な疑問ですが、インフレーション時の膨張は超加速しているので、高速を超えて時間が逆行するようなインフレーション時には時間の概念がないということでしょうか。それはですね、それは多分僕の喋り方がちょっと端折りすぎてたっていうのもあったと思うので、自然界の最高速度は高速っていうのは、光の速度、いわゆる光が行ってる速度っていうのは分かりやすく言っていて、正式に重力があるシステムではそんな簡単ではないんですね。もっと、まあ、それを簡単に、またちょっと正確じゃないことを恐れず言うと、宇宙の膨張の速度っていうのは光の速度より速くなれるんです。実はそれも正しくなくて、宇宙の膨張の速度とか、速度は何か、実はいわゆる大気的っていうんですけど、ではあんまりいろんな定義の仕方があるというか、速度とは何やらすらあんまりよく正確に、僕はこれをもって速度と言いますって言わないと実は定義できないんですけど、ものすごい大雑把に言っちゃうと、膨張の速度は光を超えれるんです。で、それは別に過去に戻ってるわけでも、因果律を破ってるわけでもなくて、で、本当の光の速度を超えれないっていうのは、例えば膨張してるときに、その一点一点から見たときに、物が例えば動く速度が、その一点から見た、速度ってもう瞬間、こう、速度って微分、なので、その一点をどういう速度で横切ってるかだけの情報なんですね。だからここから見たときに、ここの速度が、ここで動いているものは何かっていうのは、正確には唯一には決められないんですよ。言ってる意味は、ここからものをやったとき、ものを出したときに、この速度は高速を超えられないだけなので、この点とこの点自体が空間が膨張してたら、この膨張の広がる、この距離の伸びるスピードというのは、この距離が変わっていくスピードっていうのは、そのいわゆる光の速度より速くなっても全然問題なくて、だから逆に言うと、こう宇宙がすごく加速膨張していると、その加速膨張しているところから光を僕らに出したとしても、まあ、これちょっと適当な言葉を使っちゃうと、膨張の速度が速いので、光のスピードで僕らに向かってこようとしても、全然僕らにつかないという現象が起こりうるんですよ。で、それはある意味、光のスピードより速く膨張しているっていうふうに言えるような状況ですよね。で、それは何の問題もなくて、そういうことが起こって、なので加速膨張しているところでは、遠くはものすごい速度で後退しているので、光のでも来れないんですね。で、光でも来れないから絶対見えないんですよ。だからブラックホールの時みたいに、事象の地平面っていうのは
生まれて、加速膨張しているところだと、あるところから先はもう見えないっていう現象が起こります。で、それはすなわち、あの加速膨張の方が光のスピードより速いからですよね。ある言い方をしたら。だからそういうことが起こって何も問題ないです。でも、じゃあその光のスピードでも来れないと、もっと速いスピードでのものを飛ばせば来れんじゃねえかというのが無理だというのが、光のスピードが最大ということの意味なんです。だから光で来れないときには、それより速くものをすっ飛ばして僕らに送ることはできないんです。ただ膨張自体は実は光で持っても膨張が勝っちゃって奥に行っちゃうということは起こり得て、でそれが実際ブラックホールが、まあ、ちょっと外と内が逆なんですけど、ブラックホールで起こっていることで、ブラックホールの中から光を出そうとすると、光は外に行こうとするのに、重力がこう落とし込む方が速いので、でそれもある意味、今度この場合膨張じゃないですけど、空間のあれが光より速いということなので、でそれは起こるんです。起こるからこそこういう現象、地表の地平面というかブラックホールだったり、あの起こるので、それはあの時間という概念がなんかなくなってぐちゃぐちゃになっちゃうとかいうことではないんです。だからそれは多分僕があんまり正式にしゃべらなかった、正確にしゃべらなかったっていうのもあったと思うので、実は高速を超えられないっていうのは、光があったときに他のものがその光よりも、光がやるよりも速い速度で物が動いていくってことはありえないっていうだけ で、空間の膨張は、空間膨張しているときに光が行くより速く物が動けないっていう、それだけです。大丈夫ですかね。まあ、ちょっと、まあ、少なくとも、ありがとうございます。ちょっといいですね。それはなんか何人かの方のやつに、あの答えるというか、少なくとも言って。はい、返事したことになったと思います。何人かのメッセージいただいたのは非常によくわかります。ここはあの正確に話せませんでした。はい、ありがとうございます。あれですかね、あの、はい、あそこのペンローズズの。ああ、そうですね。はい、で、これを、宇宙が元の A って宇宙が B って宇宙になったときに、このペンローズズっていうのは、あのこっちが時間で、こっちが空間で、で、まあ、光が進むのを45度で書きましょうっていう図なんですね。で外から見た時の時間っていうのは、時間0、時間1、時間2、時間3となっているから、これは繰り返しなんですけど、あの時間が1の時、まあ、0って言うけど、の時には、大きさはこれだけで、あの B の宇宙は泡のように広がっていくっていうのを、でこっち側が空間方向で、こっち側は時間みたいな図なの で、そうすると次の時間にはこうもっと大きくなってる、次の時間にはもっと大きくなってる、次の時間にはもっと大きくなってる、でサイズは常に有限で広がっているように見えると。でところが、あかん、はい、大丈夫です。で中の人から見ると、時間0は Tプライムイコール0はこれで、1はこれで、2はこれで、3はこれで、で、まあ、どんどん、実は最初からこの上にでかくて、その上では一応なのと、まあ、もちろんこれも量子の補正はあるんですけど、まあ、基本的にこの線上が一応なんだという説明をしたんですけど、どうしてこうなるかよくわからないと、というか、これの意味、本当の意味はわからない。でそれはその通りで、なぜなら全く説明しなかったからなんですけど、で、ね、実はこれはですね、あのやっぱり時間とは何かっていうのをちょっと考えると、実は時間なんてものはないんですよ。あ、まあ、これもだからさっき言ったように、あることあるので、ないっていうことの意味は、あの例えば今の時間は3ですか、8ですかと、意味ないんですよ、ね。やってることは、その物の動きがこう、コリレーションとかの相関して動いてるんですよ。時計の針がこう動いていったら、ボールはそれに応じてこう動いていくというのを、実はこの物と物、時計の針とボールだけじゃなくて、僕の頭も、全てがこう相関して動いてるんですね。でそれを実は相関してじゃなくて、この時計の針はなんか時間っていうものの関数でこう動いていて、こいつも時間っていうものの関数で動いていて、こいつも時間っていうものの関数でっていうふうに書き直してるだけで、あの近いのは数学であのちょっとやるときに、例えばこういうカーブがあったときに、実体としてはこういうカーブがある、まあ、y イコール x 乗っていう、まあ、このカーブがあるだけなんですけど、実はパラメータ
媒介変数表示とかになって、X は実は T と、うん、T がなっていくにつれて X が変わる。で、Y の方は T 事情で変わるというと、うん、T が0の時には X も Y も0で、うん、T が1の時には X が1で Y が1で、T が2の時には X は2で Y は4でっていうと、うん、この T を動かしていくと、実はこう、こういうふうになるっていう書くのがあるんですけど、これなんです、時間で単位。うんうんうん、ものが、ものの位置とかが、時計の針の位置も T の関数と、僕の髪の毛の位置も T の関数と、ボールの位置も T の関数と、他のものも T の関数って、これをやってるだけなので、この時間っていうのは便利に取ればいいんですね。別に本当はこれ T って以上じゃなくて、実は T の2乗、T の4乗ってやっても、これだっていうことには変わりはないんですよ。だから外の人から見たときの時間はこうだっていう意味は、外の人から見たときは、実はこういう時間の取り方をすると便利なんです。だから泡が大きくなっていくっていう見方をする方が便利で、中の人から見るとこの方が単に便利。起こっていることはこの図の上で起こっているだけで、それをどこを T だって書くかは、実は自由なの。T なんて書かなくたっていいわけだからっていうことなんですよね。うんうん、じゃあなんで中の人から見たときに、この赤い線を時間と取るのが便利かというと、実はこれものすごい専門的です、今回。あらかじめお詫びしておくと。でもまあまあ、せっかく質問ください、うん。で、これをですね、宇宙が2つあるというのはどういう意味かっていうと、なんか場というものがあって、最初ここに止まってると。でこれが時間と空間じゃなくて、場というもののちょっとかっこよく、はい、場というものの値、場というのはこの空間に満ちている全体のものの値がこの値、まあ、なんか適当ですけど、はい、本当はこの手で怒られるんですけど、1、例えばの時にこれはポテンシャルエネルギーで、なんかもしかしたら言ったかもしれない、なんかこんなぐちゃぐちゃの絵を描いて、うん、矢印があった絵のことなんですけど、うんうん、そうです、この横軸が場の値で、場の値1の時には、例えば素粒子の質量が場の値の、まあ、関数だったとすると、うん、場の値が1の時には素粒子の質量がなんか分かんないけど10で 10キロ、素粒子10キロもしないですねでしたと、はい、だけど場の値が変わると素粒子の質量が変わって、うん、でここに量子力学のそのトンネル効果ってやつでトントントンと行って落ちていって、ここに行くと場の値が10になると分かんないんですけど、適当に5になると、はい、っていうと素粒子の質量が変わるので、だから別の宇宙に行ったってことになるんですね。だから起こっていることは場の値がここに変わって、その後徐々にこう落ちていってってなってるんですね。でここにある時の宇宙はしばらくここに止まってますから、これを宇宙 A と、だからここの領域では場の値は全部1なんです、うんうんはい、だから素粒子の質量は対応する値になってるんですね、うん、M の1というんですかね、になってると。でところがこうこれどういうふうに場の値が変わっていくかっていうのは方程式を解くと分かるんですけど、運動方程式と、うん、一般相対性の式を組み合わせて解けるんですけど、解くとこういうことが起こって、この中では宇宙ではこっちの方になるんですね、場の値。だからこう場の値の変わるのが1点から変わり始めて、こうちょっとずつ変わってきて、で広い領域が変わるというふうな答えになるんですけど、そうするとここではI は5なので、素粒子の質量とか質量だったり、実は種類とかも変わったり、これがいわゆるマルチバースの別の宇宙ができる、まあ、ちょい数学的なあれなんですけど、でこの場の値が変わっていくと、場の値がこう変わりますよね。でこの場の値がここが例えば3だとして、 3.1 だとして、 3.2 だとして、 3.3 だとして、これの等高線を書いてやると、それがこれなんです。おお、あれ場の値の等高線が軸そうですか。少なくともその まずそれを書くとこの形なんです、はい、だからここが例えば場の値が 3.1 のところで、うん、この場の値が 3.2 の線で、うん、この場の値が 3.3 の線なんですよ。でなぜこれが便利かっていうと、中の人から見るとこれが同時刻だと思うと、うん、一応なんですよ。そういう取り方をした方が便利ってことを、はい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 、だからあれ同時刻って言ってるのが、時刻が同じっていうよりは、
状況が同じことを同時刻だと書くと便利なんです。なぜなら同時刻って概念が相対的だっていうのをちょっと説明しないと分からない、うん、はい、そうですね。普通の人は同時刻って言ったら同時刻は同時刻じゃなかったと思うんですけど、まあ、それはちょっと説明済みだとして、うん、はい、こうどっかからどっかにこう、この45度より中のところはこの人がこの人にこうシグナルを送れるので、そうするとこの人はこの人の過去の人なんですね。シグナルを送れるので過去って、まあ、自分自身かもしれないんですけど、ところがここにいる人っていうのは、この人、うん、この人よりこっちにいる人っていうのはこの人に絶対シグナルを送れないので、シグナルを送れないっていうことはこの人にとってこの人は同時なんです。過去でも未来でもないから、この人がこの人に影響を与えること絶対できないし、ここにしか影響を与えられないので、でこの人にこっちが影響を与えることもできないし、なぜならこの人しか与えられないから、だから絶対に影響を与えることもできないし影響を与えられることもないっていうのはいわゆる同時の定義みたいなので、おー、そっか、そうなんです、はい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 、だからここは全部同時って言ってよくて、うん、それを本当はここが同時っていうか、ここが同時っていうか、ここが同時かっていうのは、それがだからどうやって書いたっていいんです、うん、同じ結論は同じです、はい、結論はとにかくこの45度のこっち側こっち側にいる人はここに影響を与えられないってことだけが物理の事実なんです。あーすごい、だからあれだ、同時刻っていうことをちょっとあれですね、なんて言ったらいいんだろう、普段の感覚で捉えない方がいいですか。そうです、そうです、うん、そうなんです、それで決定的 で、うん、でそうすると同時刻をこう引いてもいいし、実はこう引いてもいいんです、うん、だから中からの人から見たらこうだって言ってるけど、中の人はこれ使っても実はいいんです、正確には、うんうん、いいけど中の人はこの場の値を終えるの で、うん、で場の値はその素粒子の質量だったりするので、中の人が直接観測できるものだから、それが同じのを同じ時刻って取った方が一様に取れるので、うん、そうすると同じ時刻には同じで、どんどん宇宙が消えてきましたっていう記述が、例えばここの上での温度が例えば1000度だとすると、ビッグバンはね、ここの上の温度が100度でここが10度なので、時間をこう取れば単に温度が下がってきたって言えるのに、こういうちょっとスピーディーなという言い方をしちゃうと、ここでは1000度なのにここでは5000度でとかいう記述をしなきゃいけなくて、中に住んでいる人がそういう記述をする意味ってなくて、だからまあ中の人からするとこの場の等高線を時間と取った記述をするのが一番便利ですという意味で、中から見ると同時刻っていうのはこれですっていう、はい、ありがとうございます。山本さんが一番初めにその概念の変更っていうところにすごいこだわってた理由がよりああそうなんです、ちなみにごめんなさい、ちょっとすごいあれですけど、はい、こう時刻が進んでここ別に冷えてってるだけで素粒子の質量が変わってるわけではない。ああそうですね、これは実はでもこれがものすごいゆっくりだと、うん、場の値っていうのは素粒子の質量に影響を与えるので、いや素粒子の質量が変わってるように見える時もある、事故もあるんです。ただその後何が起こるかっていうと、例えばですね、ここまで来ちゃってこう最後振動したりすると、うん、振動すごい早いので、そうですね、これはすごく素晴らしいです、素粒子の質量って今言ったんですけど、素粒子の質量が変わるっていうふうに見えるか、その単に温度が下がっていくように見えるかとかって、この振動のスピードと膨張のスピードの兼ね合いとかによるので、そうなんです。例えばですね、例えばですね、こう振動がものすごい僕らのタイムスケールに比べて速いと、素粒子の質量はここの値である5で、でその周りにエネルギーがあるって記述した方がいいんだけど、もしこれがものすごいゆっくりだったとすると、そのゆっくりって何に比べてゆっくりかっていうと、僕らが注目しているというか、そういうのに比べてゆっくりだったとすると、素粒子の質量が 5.1 になって5になって 4.9 で5になってっていう記述をした方が分かりやすい。だからそういうのも言葉の問題が起こっているのは質量っていうのはファイの関数で、でそれを平均化したところから揺れがありますって記述するのがいいのか、それともこれがあまりにもゆっくりだとこれ M 自身が変わってるって記述する方がいいのかっていうだけなんですけどね、式は同じなので。わあすごい、だから本当にあれですね、人間がどう捉えるかっていうのが
自由。そうなんですよ。で、だから逆に人間の捉え方で物理法則が変わるとかいうのは逆に間違いで、うんうんうん、人間の捉え方は変えてても起こってる物理法則とか式は同じなので、それをどう理解するかってどう言葉にしていくかじゃないですけど、うんうん、それで、そうこういう風になってるんですよ。で、それをもちろんこういう風にやっていっちゃうとどこにも行かないので、最初は外から来た人の時間をこうで、中から来た人の方をこうでって言っちゃうんですけどね。で、それ言っちゃうと多分詳しい方はなんかこいつの方が一般さんは分かりないってなっちゃうけど、まあでもそういう意味です。うん、時間の取り方っていうのはゲージっていうんですよね。自分たちが自由に許される感じ、時間の同時刻をこう取るのはダメです。45度より長い。例えばなぜなら、そうするとここからここにシグナルが行けちゃうので、うん、そうです、同時刻で一発でと、できる。で、それを時刻と言わないので、僕らは時刻というのを取るときにはこう、同時刻というのは取るのはこう取ってもこう取ってもこう取ってもいいんだけど、同時刻で一瞬で影響を与えられるようには取らないっていうのを同時刻というふうに呼ぶと言ってるから、こう取っちゃうとダメなんですね。うん、影響が受けてしまえば45度より長い。あーすごい。っていうことをやってるんです。うん、ありがとうございます。いや、分かったかもしれないですけど、まあ、一応努力はしました。すごいですね。ちょっとこの本を読んだだけでは分からなかったところまで、うん、聞いていただいてありがとうございます。うん、もうちょいうまく書けるように。すごい。いえいえ、ありがとうございます。あれですね、そう思ってやっぱり、すごいなんかよりシンプルになってきた感じがあります。いいですね。で、うん、一応なんです、ここで言ったのは。平坦ではないです。で、なぜ一応平坦のうちの違いかって、まあ、そういうような質問があったんですけど、うん、質問っていうか、それあった方は明らかにとって、文章を読む。一応平坦の違いってまだ簡単で、一応っていうのは、違うということを理解するのは簡単で、一応っていうのはどこに行っても同じ、どこに行っても同じように見るっていうことが一応で、平坦っていうのは真っ平らっていうか、例えば三角形の、うん、3点取ったときに一番最短の距離で結ぶので、最短っていうのもちゃんと定義できるんですかね、条例線。で、たときに、まあ、内角の方が180度になる、簡単に言って。で、それを平坦って言うんですけど、で、一応平坦は同じなんだけど思うかもしれないですけど、例えば球面を考えるとですね、球面を考えると、これ一応なんです。だって球面の上のどこでも全く同じに見えるから。で、一応で、これもまあ一応ですね、無限に広がる天然一応で、これもどこ行ってもその同じように見えるから。ところが三角形というか三点を取ると、で、一番短い距離にすると、まあこれは有名な小学校で並ぶ180度ですけど、これ最短の距離ですると、まあこういう移動程度みたいなものになるので、これ足すと180度より、上なんですね。うんうん、で、平坦っていうことの意味は、これ180度のことを平坦ということで、漢字が書けませんね。絶対違うな。いや、昔は書けました。はい。カットしてくれ、おいしい。カットしてほしい。で、こっちは平坦ではないんですね。だから一応なのに平坦じゃない空間っていうのがあるから、うん、概念が同じじゃないっていうのは明らかですね。はい、で、さっき言ったのは一応に見えるその量子由来をちょっと無視すると、うん、さっき言ったのは場の値が同じなのでその線に沿って完璧に一応なんです。ところが平坦ではないです。で、実はそれ平坦ではないっていうのは僕はいろんなところで言って、うん、負の極ですね。180度以下ですね。ああいう取り方をすると負なんですよ。で、ところがビッグバンの時にはもう平坦ですって僕ちょっと喋ったらしいんですけど、ちょっと見直せれば時間なくて見直せてないんですけど、で、それの意味は、そういう意味でもちろん言ったんですけど、言い訳ではなく言ったんですけど、もちろん指摘されてたことは正しくて、おそらく素だったので、で、一つ誤解というか、言葉の使い方が違うんじゃないかと思うのは、こういったときに、こう言ってもいいですし、宇宙の始まり、さっきの t' で言ったときの0から、うん、まあこれをもうちょっと普通、いわゆる普通みたいに書き直しちゃったときに、ここら辺でちょっとインフレーションというのが、ね、
で、インフレーションっていうのは空間が指数関数的に膨張するってことで、いろんなところで、ここでもインフレーションを起こったりするし、うん、でもこの場合のインフレーションっていうのは、例えばスローロールインフレーションとかも言われる時があって、僕らの宇宙の中で起こった特定のインフレーションをよくインフレーションって数略して言っちゃうんですけど、そこがまた分かりづらいんですよ。物理屋はインフレーションって言った時にこっちのインフレーション意味してるのか、うん、ここのインフレーション意味してるのか、もう文脈で分かっちゃうんですけど、それはいや正しく言うべきで、我々の宇宙の中でもそういう数関数の膨張は、昔にここが僕ら138億年ぐらいだとすると、ここで一遍起こるんですけど、それがあったらしい。で、その時っていうのは、空間ものすごい勢いで膨張してて、温度みたいな概念ってないんですよ。まあ、入れようとすればゼロなんですね。あ、これも正しくなくて、量子力学的には、ね、量子力学的には言ってんだよ。0.0001kelvin があるんですけど、まあ、事実上ゼロなんですよ。で、そうするとそのインフレーションが終わった後に、その膨張のエネルギーが熱エネルギーに変換されるんですね。で、そうすると、このそのインフレーションが終わった線、終わるっていうのは、終わる線っていうのはこの等高線上に終わるんですけど、ここですごく熱くなるんですよ。で、例えば、まあ、わかんないですけど、0.0000kelvin。終わるっていうのあれですよね、バナー体が。そうです、バナー体がこうなって、ね、ガンってなって、うん、さっき言った、泡中であればもっとここから来て、うん、こう来てゆっくりの。急な膨張がここで。ここで止まって、ぐる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 ってなって、はい、で、このゆっくり来たエネルギーが、うん、まあ、エネルギーのこの高さのようなもんですけど、うん、このエネルギーが、これのエネルギーに変わって、うんうん、で、もうこういうことやっててもぐちゃぐちゃしてるので、あの粒子を作ったりして、あのどんどん熱くなるんですね、ボーンと。で、それがこう熱くなった、はい、まあ、リヒーティング。たり、再加熱って言ったりするんですけど、ここをビッグバンって最近の宇宙論者は呼ぶことが多いです。なぜならビッグバンってビッグバンであの爆発して温度が、だからここのことじゃないんですよ。だから僕はビッグバンの時にはすでに平坦だったって言ったことの意味は、平坦だっていうのは全体平坦じゃなくて、僕らが今見ているスケールの宇宙がに対応する距離がこの時点ではすでに平坦だって言ってるので、まずちょっとそういう全体が平坦じゃない、全体はもちろん負の極率持ってるって言ってるわけで、全体はあの平坦じゃないんですけど、あまりにも一部を見てるので、平坦じゃなくて、なんかボコボコだったり、こう歪んでたりしても、すごい一部を見てるから、平坦に、今のスケールに相当する距離が平坦になってる。で、それはこの時点での話。だからビッグバンって言った時に、この時点だと思っちゃうと、違います。これインフレーションの引き伸ばしたおかげで平坦だったので、だからビッグバンっていう言葉をホーキングとかペンローズってインフレーション理論の前だったりもするし、まだ確立してないので、本当にこの t イコール0、まあ、t プライムですね、現代の言葉で言うと t プライムが0のところをビッグバンと呼んでたので、そうするとその時点でもし平坦なんだったら平坦線問題って言われたやつがないしっていうことを言ったんじゃなくて、ビッグバンの時点ですでに平坦ですって言ったと思うんです。それはそのスローロインフレーションが起こったので宇宙の中で、それがほぼ僕らのスケールに対応するとこうすでに平坦にしてしまったから、ビッグいわゆる僕らが現在的に言うビッグバンスなんです。で、熱い熱宇宙に変換された時点の今の我々のスケールに相当するところはこの時点ですでに平坦だという、うん、っていうことで、もしかしたらあの一つの誤解という、誤解じゃないんですよね。要するに言葉はやっぱり微妙なんですよ。時によって、時代によって同じ言葉を、で、どっちが正しいってないので、言葉なので、著者がどっちを使うかっていうのが徐々に変わっていったり、まずそこをすり合わせることから学会なんかの議論でもしなきゃいけなくて、極めて大事なところなんですけど、まあ一応少なくとも僕が言ったのはそういう意味です。あの平坦になったのは、今のスケールで見たときには平坦になっていたのは、もうスローロインフレーションが終わって、熱い宇宙。すなわちビッグバンが、僕は言ったのはここの時点で、ね、ビッグバン宇宙につながった時にはもうすでに我々の宇宙に対応するスケールは平坦だった、なぜならこのインフレーションのおかげでという意味で言いました、はい、ありがとうございます。すごく明快にここスッキリしましたね。スッキリしたようにしました。ありがとうございます。はい、ちょっと待って、もうあれですね、どこに話がいったのか分からないですね。追えなくなった。でも結構、結構行きましたか。大丈夫かな。あ、無限の大きさっていうのはどうですか。あ、そうですね、無限の大きさ、これ無限じゃないんじゃないかと、うんうん、でそれはある意味そうで、無限っていうのはちょっと数学的なあれなんですけど、これはですね、時間はですね、こうよくこういう絵を描いちゃったりするんですけど、この泡の外側ではいわゆるあの永久インフレーションといったように、少なくともこう量子エネルギーを入れないでですね、古典的にやると、あの泡がボコって生まれますと、で広がっていきますと、
で、それがこれなんですけど、で別の泡が生まれて広がっていきますと。でまあ、こんな感じなんですけど、で普通よく考えて泡が広がっていくわけだから全体で泡で埋め尽くされて終わっちゃうかと思うんですけど、そうじゃなくてこの宇宙の方自体が膨張してるから、うん、空間自体膨張してる、離れていっちゃうのでずっとボコボコボコってっていうことは、この泡がない領域っていうのは無限の時間経ってもまだあるんです。だからそういう意味ではだからこの泡の外側の領域っていうのはこう無限時間あるので、これを使えば無限にでかいってやっぱできて、数学的にはなんか無限にでかくなっちゃうんですよ。ところがある一部はもちろんこう泡確率的にぶつかったりするので、そこはもう切れちゃうんですけど、でもこう前提を見てやると泡がぶつかってきて、ここはもう泡他の泡になってて、でもここのところのすぐ外側はまだ膨張してて、ここは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 ってなっていっても、実はずっとこうフラクタルみたいな構造でずっとこう無限にでかくなっていく領域があるっていうような構造になって、でも自然界に無限が出てきた時ってちゃんとその理論の範囲では無限でもちゃんとやっていくと最終的に全ての無限はない可能性があるので、そういう意味のことをおっしゃった、感覚的に無限っていうのはすごくでかいってことだけなんじゃないかっておっしゃってるとすると、そうかもしれないです。ただ数学を一般相対性理論の式を解くと、その時点では本当に無限になっちゃう。多分量子力学とかでそれが変わってきて、一般相対性理論という量子が入ってないので最終理論じゃないので、最終理論では全部が有限になっている可能性はあるというか、多分なってるんじゃないですかね。何の根拠もなく言ってますけど。でもまあこの時点では本当に無限になっちゃうんです。でその理由は、この膨張が無限に続くので、この時間が無限にあるんですね。でそれを時間と空間とこの取り方をこれからこれに変えてやれば、この無限を使えるので、今度空間的な無限というふうに見えるという、これはちょっと別の質問に関連してるんですけど、泡宇宙は絶対見れないから、こんなもんサイエンスじゃないだろうっていうのはそんなに違って、泡宇宙、例えば原理的にですけどね、本当に起こるかどうかって確率的に起こるかどうかとかはまた別の問題ですけど、これ別の、この泡宇宙が例えば他の泡宇宙ができて、これ僕らの泡宇宙 でそれが衝突したとすると、衝突する可能性はあるので、今衝突するとこんな感じで2つ、衝突したとすると僕らが今ここにいたとするんですね、衝突した影響見える可能性あります。単にこの衝突した位置が今の僕らの下の45度にあれすれば、単に過去、それはどう見えるかっていうと、この一応だったはずの、こういう衝突現象が起こらなければ一応だったはずのところが一応じゃなくなる。これは主にあれですか、なんかその物質の密度分布とかそういったものに現れる。そうです。その、宇宙背景放射って言って、その完全に一様な量子力学の効果を除けば、量子力学の効果で10万分の1で揺らいでるんですけど、その量子力学の効果のランダムな10万分の1の揺らぎに加えて、こういうなんか前提に円が見えたりとかいうシグナルになるはずなんです。干渉って言ってるのは、干渉にちょっと答えてるんです。ちょっとまた別の質問の泡宇宙があるなんて見えないから、ちょっと答えてるんですけど、これは衝突ですね、干渉です。干渉の話は今してるんです。で衝突で、でそれはでもじゃあここに直接行ってないじゃんかっていうのは、僕いつも言うようにそれは恐竜の世界だって言ったことないし、どうやって恐竜の世界を調べたり、それこそビッグバンやインフレーションを調べたり考古学やってるかというと、ここにいた恐竜の跡が骨となって残って、過去を探るような学問は必ずそうなので、直接行ってみてないんだからサイエンスじゃないって言い出すと全てサイエンスになっちゃうので、で少なくとも原理的にはできるから、で実際はその10万分の揺らぎのせいで、このシグナルがそれより小さいとですね、やっぱりこのチャンネルでは見えないんですよ。じゃあ別の影響があるかっていうことを考えるのが、それこそ僕ら4夜の仕事なわけで、どういうかシグナルの可能性があって、だからどういう実験をすればよくて、でその時までに見えなかったらどれだけ制限がついて、で最終的には理論を殺せることを何度も何度も試して、どんな殺せるような実験をいくらやっていっても殺せないということで、だんだん確からしさが増していくっていうのは、自然科学の証明って必ずそうなんで、数学の証明と違って過程があって、こう一個一個ずっとやっていって証明終わりっていうのは絶対できないんですよ。素粒子の標準模型を動画でやっていただいた、あれが証明っていうのは、素粒子の標準模型じゃない結果が出てもおかしくない加速器実験をいくらやっても、素粒子の
標準模型とずれない、うん、ずれないずれないずれないっていうことでどんどん証明されていっているっていうだけで、将来ずれない保証なんかどこにもないし、数学的な証明したらもうそれ終わりなんだけど、実験を続けていくしかないんですよ。で、自然科学の理論証明って常にそうで、だから自然科学の理論が正しいっていうのを正式な意味は、現在持ってる知識と矛盾のない我々が一番単純だと思う、暫定的な世の中の真実っていうのが自然科学の正しい理論という、まあ、そういう意味で言っているので、暫定的ですよ。だから将来違う実験結果が出たら、この理論は不完全だったと。だから間違ってると言わないんですよね。それまでのやつ全部説明してるわけだから、不完全で最終的ではなかったと言って直す、コレクションするわけです。で、そのコレクションするっていうことが自然科学の定義みたいなもんで、まあ、大事な話ですけど、宗教だっていうのはコレクションする必要がない場合もあるわけですね。だから、その、何なの、暫定的なの、じゃあ、思っててこれすごくないよねって、違う、その暫定的であり、コレクションするっていうことが、まさしく科学の定義なので、うん、科学の理論っていうのは、神が与えお与えになった世の中の真実ではなくて、人間が積み上げてきて、今までの観測事実と矛盾のない、暫定的な、最も有用な、まあ、式という意味なんですよね。うん、というわけで、はい、マルチバースはサイエンス理論だと。うんうん、主張します。はい、はい、ありがとうございます。いや、素晴らしいですね、本当。これが原理的にできないとやっぱりダメなんですね。うん、それは、うん、架空の話。架空の話、常に正しいって言えちゃうんで。うん、で、干渉なんですけど、はい、これは古典的なあれなんですけど、うん、それは僕の個人の話になっちゃうので、あんまり個人というか僕がやった理論の話になっちゃうんで、実はこう宇宙がいっぱい遠くにあるっていうのはですね。うん、実はこっちの方にある宇宙って絶対観測、それこそ絶対観測できなくなっちゃうから、こういうのは別として、こっちの方にあるっていうのはどういう意味であるんだっていうのを考えると、実はこういう阿波宇宙が生まれるっていうのは確率的なプロセスなので、ここにこういう絵を描いたときにこういうふうに見えることが確率的に起こることもあれば、こういうふうに見えることも確率的にあるという意味であるんだと。はい、でそれは量子力学は全部そういう構造になっていて、電子をこう、さっきこっちだったのかな、電子をリングを打ったときに、こっちに行く確率と、こっちに行く確率があって、実はこう2つ書いてるけど、どっちかというと正しい絵は、こういうこっちに行った世界と、これに重ねて書いた時の、こっちに行った世界が、まあ、重なってるみたいな構造になっていて、この重ね合わせの原理とか言うんですけど、いくらでも重ね合わせられるんです。だからそういう同じ意味で、阿波宇宙があるところにできたと別のところにできた世界というのが重なってるはず で、そういう意味で干渉、原理的にはできると。これも原理的なんですけど。おお、そうか、うん。そういう意味で言ったんじゃないかと思います。ちょっと見直してないので分からないです。だからあれが、そうですね。ご一緒に今、発見できないのですけど、でこれはですね、干渉っていうか、本当に衝突が見えるんですね。これもだからですよね、衝突が見えるっていうのは、これ、一個の世界の中。そうです、だからこれはもうこういう干渉の話じゃなくて、この一個の世界の中で見えるでしょうね。これはもっとこのコンザーバティなっていうか、別にこれも同時に起こり得て、でもそれとは別に、その衝突したとしないと、別の位置で衝突したとかも重なってるっていう。それがこの本当の遠く、45度より遠くにあるものに対応するのは、そういう理解をしないとダメで、っていうことを。で、45度より遠くなっちゃっても。例えば、こうなっていくとですね、こういうものを記述するときに、基準形を取らなきゃいけないので、これ本当の、いわゆる物質という意味の人間じゃなくて、その基準形、なんか座標形の原点だと思うんです。座標形の原点を取ったときに、その原点を取ったときから、ここの外は原理的に観測できないから、これ切らなきゃだから。っていうか、切っても切らなくても一緒ですよ。絶対見えないから、うん。そうすると、これは、ここの存在するっていうのはどういう意味かっていうと、こうじゃなくて、こういう場所で泡が生まれたというような確率もあったはずで、そうすると、こうパラレルにいろんな確率の宇宙があって、その可能性を全部重ねていってやる、絵として組み合わせてやると、出てくるピクチャーが鳴るっていう意味でっていう。でそうするとその干渉はでも実用しないんです。でなぜなら宇宙は巨大なので、実電子って干渉させてるんですね。実験で実際干渉させてて、だからそれはさっきの島のやつなんですけど、はい、こっちに行ったパネルとこっちに行ったパネルを干渉させることできるんですね。実は、まあ、ある条件をきれいに取ってやって、ある方向性から観測するっていうか、あるベースで観測するっていうか、
まあ、なんかやると干渉できるんですね。でも、ちょっとこの動画で言ったんですけど、電子が干渉する確率が例えば 1% すると、うん、電子が2つでできている、電子と陽子と1個ずつできているシステムが干渉する確率って 1% という、これも、まあ、適当ですよね、うんうん、まあ、感覚としては。うん、で、物が増えていくと干渉する確率実質上ゼロだから、量子力学を信じれば、逆にこういうふうにできたパラレルユニバースは事実上干渉しないはずなんです。だから僕ら干渉しているパラレルワールド見ないじゃないかっていうのはおかしいじゃねえかと、量子力学を干渉するって言ってるくせに見ないじゃないかっていうのは間違ってて、量子力学正しければ見ないはずなんです、事実上ゼロなんで。だから本当はあのスパイダーマン、僕もコメント求められて やったんですけど、まあそこはだから映画ですよ、それはそれでいいです、エンターテインメント、サイエンスではない、うん、で、まあ、サイエンスにインスパイレーションされて、あの人間の心なんかを描いてくれれば、僕は全然嬉しいっていいんですけど、でも事実上はそう干渉しないはず。だからそういう意味では、宇宙同士が違 う, こう場所でできたり、違うコンフィギュレーションというかね、違う宇宙ができているようなのは、まあ、事実上は干渉しないんです。だからもう45度より外で見えないって言って正しい。だからこの絵でいいんです、事実上は。本当は原理的には10のマイナス1億、10のマイナスの10の10の乗ぐらいで干渉してるのかもしれないけど、実はこれ量子効果の本当に小さい効果なので、で普通でいう量子効果よりはるかにはるかにはるかに小さい効果なので、実情古典的に書けばよくて、でそうするとこう全然交わらない、でも意味がないわけじゃないっていうことの、原理的に意味がないわけじゃないっていうことのその言い訳じゃないですけど、そのあれ根拠はこれなんです。だからゼロではないんですよ。うんうんうん、だから、うん、本当にイグザットゼロだったら、だから意味ないんです。入れる必要がない。確かに確かに。だからこれだけの意味はあるということなんですけど。うんうん、これで大体できましたかね。うん。大体いったんじゃないでしょうか。もしかしてあのご自分のあれが、うん、こんないい質問したくせにお前カバーしてないんじゃないかってなったら、この多分動画にいっちゃうものがつくんでしょうね。そうですね、それはでもちょっと私のせいですね。いやいやいや、見切れてないという、見切れてないというわけじゃないんですけど、まあでも見てるんですけど、そこそこやったんじゃないですかね。E イコール MC 事情って、なんで質量とエネルギーが10日同じ、イコール、それ結構言葉の問題のところもあと質量ってですね、2つの違う意味で使ってたんです、昔。最近質量っていうのはもう静止質量って言われてるやつのことを言ってて、物であれば止まってる時の質量を M って言うんですよ。これ昔は静止質量って言ったのかな、漢字が間違える可能性があるので意図的に汚く書いてます。細かいミステリーとバレる。わかんない。でエネルギーっていうのはですね、こいつがV って速度ですけど、ベロシティ、はい、速度じゃなくて速さが、速度の絶対ですね。で、なんかこんな感じですね。C は光の速さ。で、これがエネルギーで、これも特殊相対性の理論ですよ。一般そう重力入れると思ってちょっとエネルギーと何かっていうのがめちゃくちゃになっちゃうんですけど。混ぜて喋ってるからちょっと混乱するんですけど、でもこれしかちょっと難しいんですよね。今は特殊相対性理論です。もう詳しい方は、あいつは特殊相対性理論と一般相対性理論をぐちゃぐちゃにしてるって思わないでください。これ性質なんですけど、はい、こう考えると E は M じゃないじゃないですか。だから静止質量とエネルギーはイコールじゃないんです。で今は質量っていうと結構静止質量のこと言ってるので、ところが昔はこれ全体を質量って言っていいんじゃねえか、だから静止質量を M0 とか考えてない、でそうするとこれ自体を MC 事情って、だから静止質量っていうのは素粒子の固有の質量なので、電子だったら511kB かな、ある単位で 3.6×10 のマイナス30、16、もう忘れてしまいました、うん、キログラムなんですけど、なぜなら例えばこの M っていうのが加速のしやすさみたいなのをコントロールするんですよ。だから速度が速さが高速に近づいていくと V がどんどん速くなって、
C に近づいていくと1引くほぼ1になるので分母がすごく小さくなっていくから、これ大きくなる。そうするとこう重たくなってより加速しづらくなって、だから光の速度を超えられないんだって、これを質量と思うといわゆる僕らが質量だって言ってるのはある種の性質を表すんですね。だけど そういう意味で E イコール MC 順なんですけど、素粒子の僕らが電子の質量とか言ってる時の M、うん、それは実はこの言葉で M0 で、うん、はい、それとエネルギーが遠くなくじゃないんですよ。だから昔はこれをなんかなんとか質量って言ってこっちを静止質量って言ってたんですけど、あんまり答えになってないですね。でもだけどあの、うん、僕らが動画で言った電子の質量とか素粒子の質量って言った時は、うん、E イコール MC 上で結びついてすらいない、うん、すらいない、これ M0、 E イコール M0C 上じゃないです、うん、M0 割るこれなので、うん、はい、でもう少しちょっと言っちゃうと、うん、これをですね、まあちょっとこれはいいか、まあ、テイラー展開というのができまして、もうむちゃくちゃになっちゃってますね。懐かしいな、なんかやりましたよ私も。これしかも俺 C を1にしちゃってるんだ、これ C 上覚えついてるんですけど、うん、みんな僕ら C を1とか全部省略する癖がついちゃって、ね、あと H バーとかそういうのを全部1にしちゃう癖があるんですけど、うん、あまりにも出てきすぎるので、でみんな書いてなくても分かるのでなんですけど、これをテイラー展開つい最近なんか見ましたよ、オイラーのところで、あ、はい、そうなんです。これ V が1より小さいです、うん、めちゃくちゃ小さい、ね、小さいですね、めちゃくちゃ小さい、うん、これがですね、だいたいこれちっちゃいので、うん、これが0だったら1じゃないですか、うんうん、で次これがでもちょっと小さいと、うん、これ1よりちょっと小さいから1よりちょっと増えるんですよ、うん、でそれがですね、その増え方がだいたいこんなもんなんですね、うん、次が、はい、でさらにちっちゃいコレクションを入れようと思うと、ちょっとこれ忘れちゃって、まあ、計算すればできますけど、うん、308かな、なんか分かんないですけど、なんかこう、うん、C の4乗で次なんかがあって、うん、V の6乗、C の6乗、ででででででなんですね、はい、でこれなんかチェックしてみてください。ちょっと計算するからちょっと恥ずかしい。マイナス分の1でしょ。で、いや、まあ、やめましょう。ありがとうございます。で、それやっていくと、実はこの V が C より小さいと、うん、M0C 事乗をかける、うん、これなんですけど、はい、これっていうのはこれ無限に足していくとこれと同じなんですけど、これ1足すこの3割8ちょっと今自信ないんですけど、なっていって、これをやるとですね、上に行こう、上に行くとですね、このエネルギーっていうものはこれが一発目なんですよ。で次が2分の1、うん、はいはい、で C 字を切って、物理やったことある人は分かると思うんですけど、だから僕らがエネルギーって言ってたの、これ運動によるエネルギーなんですね。 V が0になったら0になるから、はい、ところがこっちの方がはるかにでかいんですよ。なぜならこれ M0 の C 字だけど、はい、これはだいたいそれに B 字から C 字をかけたもんですよね、やっぱ2分の1ですけど、はいはい、でこれ今ちっちゃいとこ考えてるから、うん、僕らがエネルギーって言ってたこの運動エネルギーってやつ、実はこれ高校でやるのエネルギー、これなんですね、うん、ところがもっとでかい本当のエネルギーっていうのはこの部分なんですね。だからそれが E イコール MC 事情のことで、だから僕らがエネルギーって言ってた運動エネルギーの部分はコレクションなんですね、うん、でさらにもっと小さいコレクションがあって、これもやってやれば B の4乗ある C 事情のコレクションがあって、ずっとコレクションがあって、正しい式はこれなんですけど、うんうん、それがアインシュタインけど、だからこの質量の一番大きい部分のエネルギーを無視してたんです、うん、でこれで運動エネルギーで物なんかを解いてたと、うん、なぜならニュートンの時代それで良かったのは質量が変わるようなプロセスを考えなかったからです、うん、ボールはボールだし、うん、ところが原子核を分裂されたりさせたりすると質量自体が変わっちゃうので、うん、ここがちょっと減った分だけエネルギーを取り出しますっていうのは、こんなところにあるはるかに大きいことをやって、だから莫大なエネルギーが出るんですよ、その核分裂とか、うん、あの原子力発電、原子爆弾、はい、だから それだと思ってね、まあ、まあちょっと最初こんなするようなこと言っちゃったんですけど、まあ非常に面白い、エネルギー質量の部分が実はエネルギーで、でも普段これを考えてなかったのはここの部分変わらないので、そうですね、うん、物の質量が変わるような、静止質量が変わるようなプロセスを考えない限り、物を投げようが何しようがここの部分変わらないから、変わらないもの
全部無視しちゃっても構わないので、うん、最初に100だったら最後に100ですよって、ね、全然気にしなくていいから、ここだけやってたのがニュートン時代のエネルギーで、実はこの部分の方が実は大きくて、これを変わるようなプロセスを考えたら、実はこっちなんだよ、はるかに重要なので、うん、でも実はこれプラスこれも正しくなくて、低い3割8なんとかあって、その後また何とかあって、ずっとやってって、実は正しい式はこれでしたっていうのがアインシュタインの特殊相対性理論なんですけどね。というわけで、あの質量と、まあ、とにかくこれが物理です。で、あとは等価となったかっていうかっていうのは言葉の結構問題とかもあるので、でしかも 歴史があって何が質量っていうことだったらちょっとぐちゃぐちゃしたりするのがあるので、あんまりでもそれを解説するのは科学史としては面白いけど、物理学としてはあんまり容がないかもしれないので、まあこれで終わりにしておきます。ありがとうございます。すごい。面白かったです。ちょうどいいですよね。うんうん、あのだから定論展開とか言っちゃうので、うん、あの本編を見て、うん、あのなんか弱くわかんなくて、なこのおっさんっていう人はあの、うん、このやり取りが面白い方だけ見ていただければ、ね、あとあのこちらを読んでいただければもうよりわからなくなると思います。いや、すごい面白かったです。ありがとうございます。そうですか。うん、こちらこそありがとうございました。ごめんなさい。あ、はい、まだ、はい、あのその真空にエネルギーがあるっていうのは真空に質量があるとは言えないんですかって最初どこかに。ああ、そう言っちゃっても そこら辺は、うん、だから言葉をそういうふうに使っていいかってことなので。まあ、そうか。これどうせこれイコールで結ばれてるから。そうなんです。ある意味、ただこれはあのさっき言ったように、うん、特殊相対性理論の一つの粒子の時の式なので、うん、その一般相対、うん、真空のエネルギーっていう自体が一般相対性理論の概念なので、うん、なのでちょっとだから説明しきれてないですけど、うんうん、まあ、まだ何か機会がある、多分おそらくものすごく長くなってしまうので、ADM マスとかなんかそういう、なんかを飛び出すと、ちょっと自信がないので、うん、ただ、ここで言ったのは、いいつは、またこれはあの一般相対性理論、重力とか真空エネルギーとかいうのはすごく大事なあれですけど、それは全然入ってない話をしました。うんうん、これは特殊相対性理論のレベルっていうのは重力入ってないんですね。相対性理論のレベルの、しかも、あの一つの粒子があって動いてる時に使う、うん、そのいっぱい粒子があった時に、そうすると今度相互作用のエネルギーとかそれ全然言ってないことがあるので、一つの粒子の時の話なので、あ、これを見て僕の質問はどういうふうにっていうのは、あの質問してくださった方があの一般相対性理論の質問をしている場合はこれでは私答えてない可能性が非常に高いです。そこはちょっと申し訳ないんですけど、ありがとうございます。大変面白かったです。はい、これで少しは大丈夫ですかね。はい、あ、もうありがとうございます。はい、めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。うん、なんか言い残してるみたいな。なんですかね。あの多分あの興味のある方はあの結局俺が言ったことに答えてないよねとかやっぱり分かってなくねっていうのが来ると思うんで、うん、もし機会があればそれに対するあの言い訳第2弾やらせていただいても良いですが、まあでもまあそういうことで、まあ少しは、うんうん、せっかく視聴いただいたので、あのこれだけ言わさせてというかなんですか、うん、あれですね、よりこう深いところに入っていってる、そうですよね、より面白いという、うん、だんだんもともとは脳と物理学こうエンターテインメントのっていうの、ね、全どんどん連れてきますね。どんどんずれてきますよね。めちゃくちゃ面白い。でもやっぱりあれですね。あ、ちょっと私も自分が数学苦手なので避ける部分があるんですけど、やっぱりでも式があった方がズバッて分かるところは分かるなっていう。そうなんですよね。式があると普通こう引いちゃうと分かりづらくなるっていうのは、うん、そういう時もあるけど、実は式があった方がすっぱり分かる時の方が結構多かったりもするんですよね。うんうんうん、あとですね、こうやってこう、なんだろう、人間のこの直感というか経験的なことから離れれば離れるほど多分式がないと。そうなんです。理解ができない。式を直感にしていくっていうのが僕らの仕事の一部みたいなところがあって、だ数学とかをちゃん、まあ、数学は僕できないんですけど、あんまり本当の数学者のよりも、あの算数ですから彼らにとっては。で、やっぱりそういう式を特に量子力学なんか、それで直感を磨くっていうのは逆に楽しかったりします、ね。なんかわかる気がします。わ、うん、かる気がします。ちょっとレベルが全然あれなんですけど。そうですね、音楽家もそうですよね。なんかあと語学とかも最初は文法とか理論で学んでっても喋、うん、れる人はあんまり文法考える必要ないんですよね、うんうん、まあ、考えた方がもちろん綺麗なというか言葉を喋るっていうのはあるけど、喋、うん、れるってことで文法一対一対応しないのもあって、直感で結構すごい答えが分かる人っています、うん、その
式が直感になっちゃってる人、うん、センスが磨かれてるっていう、ね、なんかいわゆる言われてたのはあのリチャード・ファイマンっていう人とか、うん、そういうのが得意な人がやっぱりいて、うん、まあ、そうじゃなくて数学でゴリゴリ詰めていくのがだからいろんな人がいるっていうのがまた研究者世界も楽しいことなんですけど ね、うん、野村さんはどっち派とか僕は結構数学その得意じゃないので、うん、私もそうは、まあ、レベルの問題ですね、まあでも僕が魅力に感じるのはどっちかっていうとやっぱり、うん、アインシュタインとか、うん、リシャル・ファインマンとかのスタイルの、うん、アインシュタインもそんなに数学得意じゃやっぱりなくて、うん、自分でも言っていて、うん、一般相対性理論を作るときには相当数学者の助けを借りて、うん、最後の方程式のアクションプリンシブルっていう最後の方程式を出す、うん、キーとなる部分のアクションっていうそれは先に数学者が書いちゃったんですよね、うん、ヒルベルトとか、うんうん、なの で数学者にとってみたら大体アイディアをアインシュタインと話していくじゃないですか、もちろんこれでいいんじゃねって感じ、うんうん、アインシュタインは結構時間かかって間違えたターンをつけたりもしてるんですけど、でそれで物理学者としては、まあ、強いに越したことはないけど、うん、そこじゃないんですよ ね、 本当の勝負ね、うん、と思ってます僕的には、うん、しあでもなんとなく あまり適当なこと言ったらあれですけどなんとなく分かりますね、うん、この5本とかを見てても絵がある感じ、うんうん、ちょっと適当なこと言ってますね、でも数学者の人も、うん、そう同じようなこと言いますよね、数学に対して、いやだからこう、まあ、こう大体こうなんだからこうなんじゃんって、うん、最後はもちろんやらないといけないんですけど、うん、なんか絵みたいな感じで考えてる、そうな考えてそうな人多いですよね、それでも何言ってるかさっぱり分かんないですけど、まあまあそうみたいです、いろんなレベルがあって、まあ、いろんな仕事があるってことですね、うん、いやでも非常に面白いです、でもごめんなさい、何度も言っちゃうけど、はい、不思議なのはやっぱりなんかこの数学的な構造がやっぱり必要なんだなっていうところ、そうですよね、うん、でもそれはそういうふうに理解してるっていうところもあるんですよね、例えばこう量子力学とかにちょっと正しくないんですけど、アインシュタイン方程式が、こう、量子力学にちょっと正しくないですよ、まだ分かりますけど、こう、アインシュタイン方程式を書いたときに、こう、こっちの式、これって時空みたいな、の歪みみたいなのを表してて、こっちってエネルギーというか物質みたいなのを表してるって。よく言うんですけど、もしこの左側の量が B 側の量と必ずこういうふうに結びついているんだとしたら、両側を別々に導入して、それがこういう関係になっているんだという必要はないんですよ。だって絶対必ずこうなんだから、もうこれだけ、そうするとアインシュタイン方程式がいらないというか、この2つのものが必ずこうなんだったら、式いらないですよね、必ずこうなんだったら。だからなんでこんな式を書いているかというと、僕らはこの式を満たさないような、空間があるけど物質がないっていう想像上のものと、物質はあるけど空間がこうなってないっていう想像上の世界があるから、物質というものを独立に定義しているから、その独立定義したものは必ずこの関係になってるんだねって人間理解してるだけで、そういう独立な世界には存在しないことを考えない限り、この式いらなくて必ずこの式なんだから、だから人間がそう理解してる、起こりえない、世の中には絶対起こりえないこうじゃない世界を考えてるから必ずこうなんだよねってなるんだよ。で、だからこう数学的な概念をもうすでに世の中に起こりえない数学上の概念で時空とか物質を入れたから数学の式が必要なだけなんじゃないかとかいうことをちょっとこれはあんまり余談だし、僕はなんか子供か子供本当の子供じゃないですけど、なんで数学は強いのか不思議だなとかいうのをアインシュタインが言ってるって聞いたときに、量子力学知らなかったかっていうのもあるんだけど、いやだってね、起こりえないことに数学っていう概念を使って世界を広げてるから元に戻すときに数学が必要なんであってとかって考えたことはあります。すごい。わかんないですけど、めちゃくちゃ面白い。なんかね、全然意味なしてないかもしれないです、深く考えたあれではないので。いやでもあれですね、多分私もそうですけど、これによってまた何かすごい思考が発展していきそうな感じですね。そうですね、なんかこう刺激して楽しい思考の時間のお助けになればと思います。ありがとうございます、はい、どうも、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそいつもありがとうございます。はい、ではでは、じゃあ失礼します。